はい、というわけでですね、こちらは天下ブースなんですけども、天下ってよく聞くな。よく聞くけど、あまり余計なことは言わなくていいぜ。ここは俺に任せてくれよ。こちら、あの終演後とかでね、これエナジードリンク、天下さんのね、これすごいんですよ。飲んだ飲んだ、どうだった？飲んだ、美味しかった。美味しかったでしょ、これ、ね、元気になった。あの普通にあの美味しく飲めるエナジードリンク、これね、あの配布してるそうでございますね。もうここからね、もう耳閉じてて、よかった。そう、見てください、この溢れ出る天が。俺たちにはこいつが必要なんですってわけですね。こちらもなんかね、写真を撮っていただけるとなんか配布でもらえるらしくて、これを見てる男性の方、このイベントに来るとただで天下がもらえるということだけ頭に入れてくれれば十分でございますんでね。でこれ実はね、天下さんって結構アーティストとコラボしてて、あの結構本当にあのビジュアル系の方もしてますし、そうなんだ、まあ、今日のイベント出てるミヤとかもやってますし、あと結構パンク系やトータルファットとか、あのその辺もいろいろコラボしてて、結構ねバンド業界と縁が深い。このストレス社会を生き抜くためにはこういうもので抜くしかないんです、生き抜くためには抜くしかないんです。生き抜くためには抜くしかない。いや、聞かなくていいんだよ、いいんじゃないんだよ。ぜひとこちらのブースに寄っていただければいいことあると思いますので、ぜひとも寄ってみてください。よろしくお願いします。はい、ピコニー。はい、ここちら、ここ、ね、3階、すごいよ、イーストの3階のこの、あのイベントスペースに、なんかちょっと美しくなれそうな、いい女、ええ女できそうな ね、アイテムブースがいっぱいあるよ。アイテムブースがあって、これ見て見て、ピカリのさ、魔界のアロマ出した。ピカリなんかすごい、カサジ像みたい。そう、これかっこいいでしょ。これ何？ここはね、あのね、アロマなんですよ。アロマ？そう、これね、アロマだから、あの癒しの効果があったりだとか、人間的にいいやつです、ね、悪いブースはダメだよ。そうこれピカリンがプロデュースしたアロマなの？そう、これはそう。気になる気になる。これ魔界のアロマ。待って、普通にめっちゃいい匂いなんだけど。あ、いい匂い。めっちゃいい匂い。これね、実はね、もうね、すごい成分が入ってるんですよ。すごい成分。あのね、本当にね、ミイラが溶けないために使ってた防腐剤みたいなアロマがあるんだけど。そこまで魔界にこだわるの？そう、ここそこまで魔界にこだわってんの、これ。でもさ、そのミイラの匂いっていうよりは、普通にあの、フルーティーでさ、爽やかな、あの寝起きが良さそうな感じの匂いですよ、これ。そう。なんかイライラした時嗅いだら、なんか勉強もう一回できそうみたいな感じの匂いですよ、これ。基本勉強でイライラする前提なんで。こっちね、ミヤさん。こっちはね、あのね、もうほら、もうミヤっぽい。あのね、かなりね、スパイシーでね、女性が男性につけてほしい匂いというか、あのね、できる男とエロい男の匂いがする。あ、エロい男の匂いが。俺んちの枕からはこんな匂いしないよ。自分たちはパーソナライズされた香りを独自に調合してお届けするっていう。あ、もちろんこの調合でも変えますし、自分好みのもできると。そうです。あ、これすごいね、アロマなんて家でできねえもんよ。そうそうそう。だからこっち裏側で頼んで、もうその自分オリジナルが作れるっていう、素晴らしい。じゃあまずは、ね、アロマ研究所このね、ブースでね、いろいろ聞いてもらって、どんな匂いが好きなのか聞いてみてね、自分特製のアロマをね、作っていただきたいと思います。はい、ここでじゃあアロマコーナーでございました。アロマ。ありがとうございます。爪ですよね、ここ。爪。そう、このユマネイルっていうアプリで、このなんか自分でね、そのアプリでネイルのデザインができるの。はいはい。それでそのままこのシールにできるっていうことですよね。じゃあさ、好きなバンドマンとかのさ、アーシャとかをさ、こうちっちゃくビュッと加工してやったりでもできるの？できるの。これね、指に直接貼るの？そう、指にすぐ直接貼るやつで、送料込み690円でしかもシールが届くの。安くね。そう、だから好きなアイドルのネイルとかをしたくても、やっぱ難しい、あと高いとかいろいろあると思うんですけど、これだったら手軽にね、オリジナルデザインが世の中に売ってないやつが作れちゃうので、非常にね、素晴らしい作品です。ちなみにこれピカリンだから、試しにね、これ魔界のネイルのデザインやってみたんですよ。あ、これはやばいね。これがこれは暗黒すぎるな、ちょっと。魔界と、これピカリンが描いたガクブルちゃんっていうね、あ、キャラクターのチワワなんですけど、これはね、付け方的には多分この2枚両方同時に購入していただいて、白黒白黒って付けるのがおしゃれですね。サンプルで体験を。あ、実際つけれる。つけれる。あ、これだからその、やっぱ実際つけてみないとさ、わかんないから、ちょっとこの今の話でさ、興味持った人はこのブース来てさ、試しにつけてもらえばいいよな。ね。なんでこちらね、これね、ユアネイルさんのブースでございます。そう、ユアネイルさん。勉強になりますな。ぜひアプリもダウンロードしてください。ぜひぜひ。尋常じゃないほどのミアなんだけど、これはこれどういうブース、これ何のブースですか？ですね、もともと、エクスポイントシェラーって商品を今回ミヤさんタイアップしてて、はあ、これがもう世の中でちょっと大ヒットしてるんですけど、これをさらにバージョンアップしたもの、はい、ぜひちょっと体感してください。これお化粧のちょっとお肌を変えたいなって部分にですね、ちょっと撮りますね。これはこれ失礼します。
伸ばすの、ね、すり込んでみてください。伸ばすの衝撃の瞬間、ふわっとしたクリームがふわっとして、あれすげえサラサラしてる。なんだこれ、え、なにこれ。あ、ほんとだ。そうほら、なんか毛穴が消える。だって俺だって手のこう毛多いんですよ、これめっちゃ消えるんだけど、これうわ、え、なんか怖ー、なにこれ。脱毛した後みたいに、で、メイクしてください。ズバリ皆さんみたいに。あ、全然違うわ、これすごい。ありがとうございます。なにこれ、魔法みたい。これはすごい。これでこう、またちょっと今日、ね、この場合は違うんですか。ここからさらにバージョンアップして8月1日発売します。皆さんバージョン、え、欲しい欲しい。あのバージョンアップして、これじゃあ先駆けてここでちょっと先行体験みたいなのできた。体験していただいた方にちょっと あの口カードと、あとはスペシャルプレゼントちょっと用意してます。あ、こんなお得なことはない。あ、いい匂いだし、うん、ありがとうございます。え、欲しい、買う、ピカリ。え、嘘、ありがたき。皆さんバージョン持っていいから。皆さんバージョン何。いや、もっとバージョンアップして8月1日発売。あ、そっか、まだ発売してないから。じゃあそれはミヤにもらおう。ミヤ君にもらおう。ありがとうございます。やったー。ここですよ、これメイク無料、ヘアセット無料。すごい、すごくないこれ。クラブみたいじゃん。そうだね。ライブって何があれかって、うん、もうめちゃめちゃビジュアル系のバンドって頭振るじゃない。振るね、振らせちゃうね。振りたいけど、でも盛りたい人もいるじゃん。いるね。で、だから持ってきちゃった日は頭が振れませんとかなるじゃないですか。あ、そういう人見るとね、あ、こいつ今日ノリ悪いなみたいな。そうそうそう。なってね、急にね、お目当てのバンドマンが不機嫌になる時ありますよ。そうそうそう、だから良くないね。そう、で、これがあれば可愛さと暴れ力どっちも一石二鳥にできる。そうなんだよ。で、逆にガチガチに固めてもらって、どんだけ振っても崩れない盛り方を確かにしてもらえばいいんだよ。そういう風にしてもらえればね、今日出てる人の誰かと同じ化粧してくださいとか言ったら団長みたいにしてもらえるかもしれない。白塗りってできるんですか今日。白塗りはちょっとできない。これ一応あれですよね、あの我々がメイクしていただいた柳さんのプロデュースのブースになるんですよね、はいはい、こちらのブースをせっかくですから、あのフル活用していただいて。あ、すごい、もう綿棒もある。アメニティバッチリじゃん、もう最高じゃん、ね、そう。やっぱこうやってなんかあのアイライナーとかがなんかこうなっててパンダみたいになるのね。そうそうそう、好きなバンドマンに見られたくないっていう方はね。そう、ここでこうやって、あの、できればちょっと白塗りも置いといていただけると。はい、考えたわけ。はい、そうすれば団長の株上がる。そう、俺もここでこう直せば、あーって。そうそうそう。まあこんな感じでね、このイーストのこの3階はこうビューティーブースという感じで楽しい。うん、なので、ね、こちらもぜひ、ね、チェックしてみてください、うん、よろしくお願いします。お願いさき。うん。